こんにちは、アニマルタイガーです。ということで、今回なんですけども、サバンナモニター3匹に餌あげやっていきたいと思います。画面右からか、ダンちゃん、ハマちゃん、トムということでね、こちら、大中小と、3匹のサバンナモニターいますけど、こうちょっとね、オープニング一旦ちょっと並べて出してみたんですけど、どうですか？こう3匹並べて見てみると、体色の違いがね、こう明らかになってるんじゃないかなと思います。トムとこうは、ダンちゃんがやっぱりこう違うよね。すごく違いが分かりやすいな。トムのなんかやる気のなさすごいけどね。脱力感すごい。はいはい、あー逃げんのね。一旦じゃあトムはもう入ってもらって、今日はですね、こちらの、3匹のサバンナモニターに、ご飯あげていきたいと思います。まずはちっちゃい子から、順番にねあげていきたいと思いますので、トムからあげていきましょう。はい、ということで、じゃあまずはねトムからあげていきましょう。あげるのは今日はですねレッドローチですね。いきますよ、ほれ、あーかわいい。このねトムでね、レッドローチだともうこれあと1回ぐらい脱皮したらもう成虫になるんですけど、そのサイズをね余裕で毎日3匹から5匹食べてますね。トムさん上手に食べてください。トムさん、ほら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 、ちょっとね撮影しやすいようにプラケの中であげてるんですけど、ちょっと滑るかな。ああ、猫が泣き出しちゃった。ちょっと猫が泣いちゃうんですけど、お許しください。ご飯あげて寝るかなと思ったんだけどね、寝なかったね。バレちゃった。2人で喋ってます。そう、なんで2人で楽しいことやってんのってくるんだよね。全然飲み込めてないです。いつももうちょっとうまいんだけどな。これをだって毎日3匹5匹食べるってすごくない？このお腹で全然食べてないね。頑張れ。いやでもこのモノトーンの色が本当に、あ、いた、よしよしよし。今日は3匹あげようかね。これ成虫だよ。羽が生えてるから成虫の、オスの成虫ですね。上手に頭からいけるかな。頑張れ頑張れ。おお、上手上手、いけるぞ、頑張れ。すごいよね、生まれてすぐに。てかもうちょっとでっかくなってない？そんなことない。確かにちっちゃいの、ちっちゃすぎるね。なんかねでかくなってる気するわ俺は。じゃあラスト1匹、あのサバンナのね餌にも、こちらレッドローチにも、あの天くんのご飯あげるときにね、あの紹介したモニターサプリのやつをね振りかけてます。これ白い粉が、そうですね。今上手に捕まえたね。頑張れ頑張れ。いや成長ほんと楽しみだなこの子。トムがさ、体色がモノトーン調って紹介したじゃん、うん、それを見てね、いろんな人がね黒黒白の子探してるんですってね連絡くれたよね。みんなだからいいなと思ってくれたのか。まあサバンナモニターはね個体差結構あって面白いですからね。自分の好みのね体色を選ぶのはいいことですよね、うん、さあ頑張って、それラストね。トム、トムくんって呼んだらいいか、トムちゃんって呼んだらいいかちょっと迷っちゃうな。多分ねこの子以外 の, あのサバンナモニター2匹、ハマちゃんとダンちゃんはオスだと思うんだけど、この子もどっちだろうな、オスかな。サバンナモニターはねほとんどがねオスみたいなんですよね、日本に入ってくるのって。ほとんどがオスみたいで、メスがいたらラッキーみたいな感じらしいんですよ。たまにねツイッターとかで無精卵をこう産んでいるサバンナモニター
のね画像だったりっていうのを見るんですけど、やっぱりね少ないですね。全然ダメ。頑張ってトムちゃん。トムちゃん頑張って。やめたの？やめちゃったの？ほれよいしょ。ああそうだね、頭からねちゃんといけば。あとちょっとだったじゃん。よいしょ。ああそう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 、はい、偉い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 ですね。はい、ごちそうさまでした。ああ早い。よいしょ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ続いてはじゃあダンちゃんいきましょう。それでは続いてはねこちらダンちゃんにあげたいと思います。あげる数はね3個で統一させて、食べ方の違いだったりをねこう見たいなと思うので、同じ数ですけど、まあダンちゃんにとっちゃ少ないけど。いきました、ダンちゃんいきました。頑張りよ。いいねいいねいいね。お、上手上手、全部触れるじゃん。はい、ダンちゃん。あー、違いちゃった。お、上手だね、ダンちゃん。今日すごいじゃない。ダンちゃん、ラストだよ。あ、すごい、早く食べれちゃうから、もうちょっとあげちゃおっか。もっとダンちゃん、時間かかるかなと思ったんだけど、いつも本当時間かかるんでね、ダンちゃんは。ほい、ダンちゃん。ふぅ、あ、ふぅ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 、意地悪したくなるかわいさ。かわいいしょ。ダンちゃんあれじゃない。よしよし。はいはい。食べちゃってください。ああ、上手上手上手。あ、今日上手だね。カメラがあると違うね、やっぱ。さすがダンちゃん。あ、じゃあじゃあじゃあ、これ。これを出て、これを出て、これを出て。5点じゃないか。よいしょ。はい、ということで、ダンちゃんの食事シーンでした。なんかダンちゃんさ、うん、頭でっかちじゃない？うん、なんか頭大きいね、うん、幼児体型だよね。可愛いですね。はい、ダンちゃんごちそうさまでした。みんなないのだから、うん、デブだね。このだってさ、入手ハムちゃんもうだって、あー危ない危ない、2週間くらいご飯も食べてないはずなんだけど、やっぱねほんと太りやすいね、サバンナモニターって。 DM とかでもめっちゃ来るもんね。サバンナモニターどうやったら痩せさせられますかって、もうひたすらね、あげないっていうことをね我慢して。何を食べた？なんか食べた。あげない、足食べてる。我慢ですよ、サバンナモニターの飼育は。ほんとにハマちゃんもだって、なんだろう、4、5ヶ月ね、あげてない時期ありましたからね。ほれ、あ、うまい、さすが浜やん。よいしょ、いいですね。おお、一番うまい。もうどんどん食べれそうだわ。ポッポッてやっちゃうか。これこのレッドローチで一体何匹食べたらこうお腹いっぱいになるのか、ちょっと今度はさ限界までレッドローチ上げてみたらやってみようかな。相当入りそう。でもまあなんかぼちゃぼちゃって見えてもさ、ここ結構余ってんだよね、顔ね。だからそんなに太ってはないと思う。内臓脂肪はそんなないと思うんだけどね、ハマヤンは。あ、なるほど。顔がガチだから。いや、何を食べようとしてんの。すごい器用、ほんとちっちゃいのもね、よう食べますからね。はい、ごちそうさま、ハマちゃん。お腹空いて、お腹空いて、ね、多分スイッチ入っちゃったね。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。うちにいるサバンナモニター3匹にね、餌あげをしてみました。やっぱね、3匹もいるとね、個体差があってね、その子の仕草だったりもね、違ってすごく楽しいですね。みんな可愛いですね。サバンナモニター本当にね、おすすめのペットリザードですので、皆さんもぜひ今の時期ね、たくさん赤ちゃんサバンナモニター出回ってますからね、買わないで後悔するより買った方がいいのではないでしょうか。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。